前回までのあらすじ、大永3年、ついに大内義興との対決に踏み切った天坊常久。大内家の重要拠点である鏡山城を落とし、一気に支配域を広げることに成功する。しかし、大内家の反撃や毛利元就の裏切り、山名家との決別が続き、ついに常久は出雲国境まで追い込まれる。しかし、その時、西国の覇者大内義興が死没、九死に一生を得るのであった。踊り喜ぶ天坊常久。しかし、常久にとっての死神もすぐそばまで近づいていたのであった。さて、今日も京都手天坊常久解説、パート5をやっていくのぜ。前回はいいところで大内義興が死没したところまでだったわね。大永7年、天坊常久は備後細沢山の戦いに敗北し、出雲に撤退。大大内戦線は出雲国境付近まで追いやられ、窮地に陥っていた。天坊家にとっては周りが敵だらけの大ピンチよね。しかし、翌大永8年7月に、安芸国門山城で秋武岳攻めの指揮を取っていた、大内義興の体調が急変。病態が悪化したため、周防に帰るものの、同享禄元年12月20日、52歳で亡くなったんだぜ。ここまで追い詰めたのに亡くなるなんてね。これにより、安芸国に展開していた大内軍は全面撤退、武田光一や天坊常久らは窮地を脱したんだぜ。ここはかなり運に救われたわね。窮地を脱した天坊常久はすぐに反撃に転じる。大内軍が撤退した享禄元年後半、常久は再び備後に乱入。国境付近の黒人、高野山道次の居城である仁見山城を攻撃した。常久にとってはボーナスタイムだものね。しかし、この時田島から山名一族の山名彦次郎、山名忠興が神鍋城に下校しており、備後黒人たちの軍事指導者である、山の内直道や脇豊里らが山名支配下として応戦。結局、義興が死去する直前の12月に、天坊常久は再び撤退したんだぜ。地味に備後国の山名家支配が戻ってきてるのね。この時の山名家と大内家は、天坊家という共通の敵がいたため団結しており、岩見、秋、備後の黒人たちもこれに協調していたため、もはや天坊家の軍事力では、突破は難しかったんだぜ。大内義興が死んだとはいえ、ここまでの間に停滞敗北を喫していたものね。しかし、ここで諦めないのが天坊常久だぜ。どういうこと？押してダメなら、ぶち壊す。この時、新当主となった大内義隆は、小早川沖影に対して、こんな文書を送っている。毛利家中。錯乱。この時毛利家内で謀反が勃発したが、毛利元就と志士広義コンビが即座に鎮圧したんだぜ。さらに大内義隆もこの動きを敏感に反応し、安芸国人たちに不慮の事態が起こった際は、毛利家に協力するように要請したんだぜ。今や毛利家は、大内家の安芸国支配にとって欠かせない黒人だものね。どうして毛利家内で騒乱が起こったの？それはおそらく、天坊常久が放った第二の矢が関係しているぜ。第二の矢？石見黒人の要であった高橋家の高橋広厚が、天坊家に寝返ったんだぜ。高橋広厚って誰だっけ？高橋家は秋、石見にまたがる一大黒人であり、周辺の黒人たちの取りまとめ役でもあった。備後国における山の内氏や脇氏、安芸国における天の氏や毛利氏みたいなものね。そして高橋広厚は、高橋家の諸家であったものの、永正12年に高橋元光が討ち死にした際に、広厚の嫡男、沖光が高橋本家の家督を継ぐなど、大内家から優遇されていた人物だったんだぜ。大内家肝入りの有力黒人ということね。で、それが裏切ったと。そして、この直前にあった毛利家の家中騒動にも高橋家が絡んでいた可能性が非常に高いぜ。もともと本家筋が毛利、吉川家と親戚関係だったのね。その通りだぜ。さらに、当時毛利も隣の長女は高橋家に預けられるなど高橋家は毛利家にも介入していたんだぜ。タイミング的にも一枚噛んでいる可能性は高そうね。この裏切りを重く見た大内家は、安芸国の東西城代官、広中高兼を動員。毛利も隣に広中高兼を加え、備後国の援軍としては千豊里らの大軍が高橋領に侵攻。高橋広厚の籠もる松尾城を攻め落とし、自害に追い込んだんだぜ。毛利、大内、山名の連合軍には勝てないわね。追い詰められた当時の高橋家当主、高橋沖光は、天坊常久から縁や沖久の援軍を受け、本拠である藤掛城にこもったが、さすがの形勢不利でそのまま落城し自害、ここに高橋家はあっけなく滅びたんだぜ。
山名家はともかく、毛利、大内家の本気度が伺えるわね。そして、この高橋家攻めの真っ最中、空いた備後を狙って尼子常久は再び南下、高野山道継の居城、仕富山城を攻略したんだぜ。これだけいろいろ裏工作やってそれだけ？尼子型となった高橋家滅亡を考慮すると、全体的にはマイナスだな。だが、備後国に再び共闘歩が作れたのは大きいぜ。翌享禄3年2月、尼子常久は再び木月大社前にて1万部の法華経仏事を開催した。確か大永3年に秋国侵攻する前にもやってたわね。そのため、尼子常久はこのまま再び、大攻勢に出る予定だった可能性は十分あるぜ。また、実は前年の多賀山家攻め中、中央の細川隆国が尼子常久を頼って出雲に下校しており、もしかしたら、細川隆国に合力するために軍を派遣するつもりだったのかもしれないぜ。今それどころじゃないから無理でしょ。しかし、この時の念仏は相手ではなく自分に返ってきたんだぜ。え？このセレモニーから1ヶ月後、突如として縁屋沖久が反乱を起こしたんだぜ。縁屋沖久って尼子常久の三男でしょ？親子なのに裏切ったの？その通りだがそれだけじゃないぜ。沖久の謀反に対し、出雲大社、学園寺、三沢市、多賀市、香西市、牧市といった面々が沖久に味方。出雲西部はほぼ大半が沖久方に寝返ったんだぜ。おいおいおい、なぜ縁屋沖久は裏切ったの？それは話せば長くなるから口述するぜ。この時の尼子常久と縁屋沖久の勢力は拮抗しており、末沖房が毛利家臣、志士広義に宛てた書状には、むしろ沖久優勢を伝えているぜ。反乱というよりもはや出雲国騒乱ね。この時の尼子常久は、生涯最大の危機に瀕していたと言っても過言じゃないぜ。まさかそれが大内家ではなく、自分の息子とは思わなかったでしょうけどね。しかし、ここでも尼子常久は得意な動きを見せる。それが大内義高との同盟だぜ。は？なんで絶賛構想中の大内と、こんな時に同盟関係を結べるのよ。実はちょうどこの時、大内義高と大友義明との間で、伝統的な争いが再燃しかけてたんだぜ。また大内、大友が争うのね。今度は何が原因？具体的な資料は残っていないが、おそらく小二助元の再起を大友が支援し、義明の弟、菊池義武が、大内と結んで大友家と敵対したことが、引き金になったと思われるぜ。確かに、これは対立するわね。そのため、大内家としては北九州に集中する必要があり、現在形勢不利な尼子常久と手を組むことで、恩を売ると同時に、対立を長引かせることで、東への抑えを極力軽くするメリットがあったんだぜ。一応、大内家も事情があって尼子常久と同盟したのね。でも、この時の尼子常久は運が良かったわね。この時大内家が大友家と争っていなかったら、出雲尼子家は滅亡していたかもな。こうして、大内、尼子間の同盟は締結。さらに常久の孫、春久と毛利元就が、義兄弟の盟約をすることで、毛利家の支援も受けることができたんだぜ。あれだけ裏切られた毛利元就と手を組むって、どんな心境だったんでしょうね。これにより、徐々に盛り返した尼子常久は、享禄4年には三沢、多賀氏を攻め、縁屋沖久は出雲から逃亡、妻の実家である備後の山の内直道の元に逃れたんだぜ。あれだけ優勢だったのに。そして享禄5年頃には、ようやく出雲国内の主要な沖久勢を降伏させることに成功。同年5月、尼子春久は、宇山市や新見国綱と共に備中を経由して美作に侵攻する一方で、尼子常久は毛利元就の支援を受けて備後山の内直道の高山城を攻め、ついに縁屋沖久は自害、ここに縁屋沖久の乱は終結したんだぜ。最後に残ったのが自分の子供の首というのはいたたまれないわね。さて、ここまで縁屋沖久の乱について解説してきたが、一つだけ面倒くさい問題がある。なぜ縁屋沖久が裏切ったかについてね。これについては正直、資料が少なすぎて絶対と言える回答がないのが現状だぜ。まあここら辺は難しいわね。ちなみに、近年まで陰徳太平記の所領加増が認められなかったために反乱を起こした、という理由が無批判に取り上げられていたが、近年ではほぼ否定されているぜ。じゃあ何が原因と考えられているの？真面目に解説するとかなり複雑かつ30分以上はかかるから、今回は簡潔に分けて説明するぜ。まずはじめに、根本的な問題として尼子常久の出雲守護部人があるぜ。いきなり根本的なところから来たわね。
天子常久は本来出雲守護大だったが、出雲守護京極家の断絶に伴い、幕府から出雲守護に部任された。本当は価格的に難しいけど、特例でそうなったんだっけ？だが、たとえ幕府から認められたとしても、天子常久が出雲国内で守護として認められるかは別問題だぜ。確かに、いきなり守護大だった奴が守護になりましたと言って、はいそうですかとはならないわね。そのため、天子常久は自分が出雲守護としてふさわしいことを早急にアピールする必要があった。もしかして、それが大永3年から始まった大内義興との戦争？この時の戦いは、同盟相手の秋武だけを救援するという明確な目的もあったんだが、実はこの戦いで、自分が大内家ともやり合える存在であると、国内外にアピールすることが一番の目的だったと考えられるぜ。でも、それがだんだんと自力の差が出て敗北した結果、逆に大内家との力の差が露呈した、と。また、同時期常久と結びついていた細川高国、足利義晴が京都から没落しており、天子常久の出雲国主としての正当性が一気に揺らいでしまっていたんだぜ。そもそも天子常久の出雲守護としての実力、正当性が疑われたのが原因の一つ目ということね。二つ目は出雲国境の黒人連合問題だぜ。黒人連合って何？当時はどこの国でもそうだが、国境が明確な一本線で分けられていたわけではなく、国境においては互いの黒人同士で深いつながりがあったんだぜ。出雲国の場合、石見、出雲間では、小笠原、佐波、吉川間、吉川、高橋間に婚姻関係があるし、赤名家は佐波家の諸家だぜ。佐波家は孫家とも親戚関係よね。また、備後、出雲間では、三沢、多賀、鷹の山、山の内らが、応仁の乱時から続く協力、婚姻関係にあった。国をまたいで複雑な関係があったということね。彼らは所領関係で対立することも多かったが、黒人連合とも言える集合体として動くことも多かった。そのため、出雲国を安定させるには、国外のこれらの黒人たちも従わせる必要があったんだぜ。でも、山名家と絶交したことで山の内家はもろに敵になったわね。享禄2年、常久は無理やり鷹の山家の仕留め山城を落とすことに成功したものの、結局備後方面は名手である山の内家は落とせず、また石見では高橋家が滅亡、佐波家とも以前から赤名家に関して揉め、大内家も二間軍での防衛体制を整えており、出雲国境は天子家よりも、大内、山名に味方する機運が高まっていたんだぜ。国境付近の黒人たちが、先の敗戦で反天子方に傾いていたということね。三つ目にして最大の問題は、縁屋家をはじめとする出雲西部の勢力問題だぜ。まあ縁屋沖久の乱だものね。もともと縁屋氏は鎌倉時代には出雲守護を務め、室町期においても幕府奉公衆として独自の支配域を築いており、同族の越氏や、出雲大社、学園寺といった伝統的な宗教勢力と密接につながることで、出雲西部は出雲守護京極家も手が出せない領域だったんだぜ。パートレイでも解説していたわね。そのため、天子常久は永正2年の縁屋氏攻めを筆頭に、出雲大社国蔵家との婚姻や、守護氏不入の特権を持っていた学園寺への介入、そして自身の三男、縁屋沖久の縁屋総領家継承によって、出雲西部を統治しようとしたんだぜ。かなりあれこれ不信して出雲西部に支配域を広げようとしたのね。天子常久は国内の宗教勢力にかなり気を使っており、毎年のように寺社の造営や宗教イベントを開くことで、宗教勢力との関係を良好にしようとしていた。でも、出雲西部の勢力にとっては反発の方が強かったということね。悪い言い方をすると、彼らにとって天子家はよそ者の陪審だからな。そもそも、独自権限を守るためなら幕府とすら争う連中が、天子家においそれと従うはずがないんだぜ。それで天子家から反発するために、縁屋沖久を旗頭に立てて謀反したということね。多分な。でも沖久はその天子常久の三男でしょ？どうして沖久がそれに従ったの？これも誤解が多いんだが、大半の黒人領主の場合、その家の意思決定は当主だけでなく、その一族や譜代重臣の合意に基づいており、簡単に言えば、当主の一存のみではその家は動けないんだぜ。当主の命令は別に絶対ではなかったということ？これは毛利家や、滅亡した高橋家も同様であり、当主は家中における調停者であっても絶対君主ではなかったんだぜ。つまり、縁屋沖久自身がどう思っていても、縁屋家や周辺勢力が常久に反旗を翻す以上、それに同意するしかなかった、ということ？無論、何かしら親子の確執があり、
積極的に沖久が動いていた可能性もあるがな。ここら辺は現状、推察しかできないぜ。新たな資料が出てくるといいわね。こうして、大内家との同盟によって稲沖久の乱を鎮圧できた天後恒久だったが、一点だけ言っていなかったことがある。山名家がはしごを外されたこと？それについては次回解説するぜ。縁屋沖久の乱中の天文元年、大内義隆と大友義明の戦争がついに開戦した。このために義隆は天後恒久と手を組んだのよね。そして、この時大友義明は大内包囲網の形成を画策しており、秋国の武田光和や伊予国の河野道直、宇都宮豊綱に村上高勝らと、すでに合意を結んでいたんだぜ。これで武田家と天後家が敵対したってこと？いや、この包囲網参加者の中に、天後恒久の名前があるんだぜ。え？大内家と同盟しているのに？同盟しているのに、だぜ。現在進行形で協力して、縁屋沖久を攻めているのに？攻めているのに、だぜ。天後恒久が謀反された原因ってこういうところなのかもね。そうだな。ここまでご視聴していただきありがとうございました。次回もぜひ見ていってくれなのぜ。また、ぜひ紹介してほしい武将がいればコメント欄に書いてください。それじゃあ、視聴者の皆様、さらばだー。